日本関東地方東京都江戸川区中央中央は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は中央1丁目から4丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は132-0021。隣接する地域は北は本一式1丁目及び葛飾区新小岩、東は松本1丁目及び大杉はじめ5丁目、南は松江1.2丁目。 西は松島一2に3丁目。江戸川区北西部に位置する道区役所所在地。国道14号が地区の北、西、南に面し、道区の道路交通の中核的役割も持つ。区役所以外にも大ホールや小ホールを兼ね備えた江戸川区総合文化センターや区内最大規模の中央図書館など多くの公共施設がある。江戸川区役所が所在し、 同区の行政上の中心地であることから、江戸川区の地理的中心からは若干北西による。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。長域内に、 鉄道駅は存在しない。中央4丁目からは、総武線新小岩駅が、徒歩利用可能県に入るが、それ以外は、至近鉄道駅から1キロメートル以上離れた、鉄道空白地帯に属する。以下に、最寄り駅を挙げる。新小岩駅、小岩駅、錦市町駅、両国駅、亀戸駅、船堀駅、市野駅、篠崎駅、河西駅、 西さ山駅へ行くことができる。ありがとうございます。